まずは移籍にあたって小学生の時から在籍し、プロ選手としてデビューさせてもらったハンブルグには感謝の言葉しかありません。改めて今まで本当にありがとうございました。そして俺の新チームミュンヘンは入団に際し背番号1を用意してくれました。フィールドプレイヤーのエースナンバーが10ならば、ゴールキーパーのエースナンバーは1。この背番号を背負うことはとても光栄であり、大きな責任も生まれてくるものと感じています。ミュンヘンの背番号1を背負うにふさわしいと大勢のファンに認めてもらえるよう、今季のドイツリーグ、そしてチャンピオンズリーグの制覇を目指して日々精進していきたいと思っています。ミュンヘンの皆さん、若林源三を何卒よろしくお願いします。いい会見だったな、若林。見ていたのか、シュナイダー。当然だろう。しつこくチームに誘った男の晴れ舞台なんだ。またこうしてお前と同じチームになる日が来るとはな。最高のプレイヤーは最高のチームが似合う、それだけのことさ。この前の試合の後、俺が病室で言った言葉を覚えているか？ああ。シュナイダー、行くよ。え？今季の俺はハンブルグで監督に干され、くすぶったままシーズンを終えてしまったが、それを横目に翼はリーグデビューの今季いきなりチームを優勝に導き、スペインリーグ年間 MVP まで獲得しやがった。ヨーロッパデビューは俺の方がはるかに早かったのにな。あっさりと俺を超えちまった。だから今度は俺が翼に、翼のサッカーに挑戦する。そのためにも来季俺はミュンヘンに入団する。実現すれば約10年ぶりとなる翼との直接対決、チャンピオンズリーグはその最高の舞台になるはずだ。たとえ誰が相手だろうと、俺とお前が揃ったミュンヘンが負けるはずがないさ。チャンピオンズリーグだけじゃない、ドイツリーグも俺たちが制覇するんだ。油断は禁物だぜ、シュナイダー。今季のドイツリーグはかつてないほどの大波乱が起きるかもしれない。お前ほどの男がそこまで警戒する相手がいるのか。日本代表で共に戦った仲間たちがドイツリーグに移籍してくる。あいつらは俺のことを熟知している。敵に回せば簡単な相手じゃないはずだ。面白いじゃないか。超えるべき障害があるほどサッカーは楽しいんだ。そいつらを全員倒してドイツ最強の栄冠をいただくぞ。そうだな。そのために俺はこのチームに移籍してきたんだ。
若林くんミュンヘンに移籍か。シュナイダー、レビン、ショー・シュンコ、それに若林くん、チャンピオンズリーグでの対決が待ちきれないな。いや、若林くんたちだけじゃない、ソーダくんに似た、それに他の代表の仲間たちも続々とヨーロッパに移籍してくる。このヨーロッパで日本人選手同士が戦える、考えただけでワクワクしてくるよ。それにチャンピオンズリーグはヨーロッパ最強を決める戦いなんだ。きっと俺がまだ知らないようなとんでもない強敵が現れるに違いない。どんな強敵が相手だろうと、俺が絶対にカタルーニャを勝利に導いてみせる。チャンピオンズリーグ優勝とスペインリーグ連覇、それが今季の翼の目標であった。さらにもう一つ打ち立てた目標、それは インリーグ、チャンピオンズリーグ、そして日本代表、3つの目標必ず達成してみせるぞ。これからまた俺の新しい戦いが始まるんだ。ランプに火を灯したら、さあ出